ヤグッチャンとハルクを含め8人が決定。あと1人は野球の実力で決めることに。まず最初のテストはフライをキャッチ。さあまずはですね、フライキャッチと言いまして、フライボールありますね、上からこう落ちてくるボール、そのフライをキャッチできた人は全て合格でございます。はい、ただし1人1球のみなのでかなり緊張すると思うんですけども、そのボールをパシッと取って合格してください。いや、一回ヤグッチャー取り行ってよどんな感じだか、そう、球筋とか見えないとあれだから。あ、まあそうですね、軽くね。ここでキャプテンヤグッチャーが見本を披露。いけるいける、大丈夫。いや怖いよし、じゃあヤグッチャー行くよ。待って、行くよ。はい、これさえできれば合格ですから、とりあえずは。意外とほんまに強いな。痛くない、痛くない、ほんまに強い。大丈夫、はい、あ、よかったよかったよかった。はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう。残り一枠をかけて、取ったら全員合格、フライキャッチ。頑張れ。はい、頑張って。出したらみんないなくなっちゃうぞ、これで。これ川村ちゃんで決まりじゃないの、これ。頑張って、頑張って。みんなまいちゃん、ほら、受けるから。13年間サッカーやってた、ボールにね、関心は強いですよ。頑張って、はい。ジャージの方が可愛く見えちゃう。そうか、みんな可愛いなんでだって。ジャージ可愛い。ダメだと思ったあ、ほら、さらに失礼しちゃった。センス持ってた。ちゃんとセンス仕込んでる。センス持ってきてるから。おお、やナイス。取れんじゃない。おナイスナイスナイス。もう手が取ってない、取ってない。すげえベテランのピッチャーみたいだな。すげえゆっくり言ってるけど。そうだな。頑張れ。頑張れ。はい。あ、危ない。やっぱ危ない。やっぱ危ないよ。大丈夫？痛い。あ、行くぞ。危ないね。結構危なかった。ナイス。あ、マーコ、マーコです。マーコ取って。いよいよ最後です。
残念だった皆さん、本当にお疲れ様でした。続いての実力テストは遠投。さあ続いては遠投でございます。まあ一番遠くまで投げたらいいという感じでですね、今回は投げてください皆さん。はい、 OK ですか。はい、で今回上位ダダ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 ダ3名までが合格です。ここから3人選ばれるわけですね。はい、お願いします。はい、ここで3人が投げ終わり、ボーダーラインは15メートル30センチに。さあ、こっから落ちる人が決まっていくので。あ、そういうことか。はい、三好さん頑張って、はい、お願いします。おお、どうだ。下の方行っちゃった。17メートル3位に食い込みました。みさきちゃんは残念ながら合格ならず。全然ダメでしたけど、ここまで残れたことが嬉しかったです。ここでボーダーラインは一気に17メートルにアップ。さあ次は和田さん行きましょう。はい、あ、投げそう。あ、飛びそうだな。飛ばしてね。はい、ちょっと風見てもいいよ。はい、いいですか皆さん。はい、お願いします。おお、すげえ、すげえ、すげえ、だいぶいったよこれ。おお、これはちょっと抜けないかな。ダントツですね。ボールを離すのがちょっと遅すぎたかなと思います。さあ続いて、星名ちゃん、星野ちゃん行きましょう。お願いします。お願いします。みんなすごい、これ来てるね。記録は、あ、ちょっと待って、35メートル70センチ。ズバ抜けた2人の出現で河村さんが失格に。すごい悔しかったです。ありがとうございました。カリナちゃん行きましょう。頑張れ、お願いします。そうだね。あれ、あ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 、意外といかなかった。ありがとうございました。17メートル30センチ。あー、残念。お願いします。かわいい。さあ、海野さんは客席使わせていいよ。こんな近いのに。11メートル73センチ。残念。はい、お疲れ様。ありがとうございました。かわいい海野さん。さあ最後は、はい、かなみちゃん行きましょう。19メートル92。これをクリアすればもう次のステージ。はい、頑張れ。勝ち残るのは宮川芽衣か、水瀬かなみか。お願いします。あー、大惨事じゃないか。大クラッシュ、大クラッシュ、大丈夫かな。15メートル60センチ。ということで決まりました。3名は和田さん、星名さん、宮川さん、おめでとう。
は頑張るぞ。いつも5メートル行けばいいかなっていうところ、今日は10メートル行ったので自分では頑張れたと思います。思ってたより飛ばなくてすっごいショックです。皆さんお疲れ様でした。この後3人の熾烈すぎるバトル。さあこれで泣いても笑っても最後のオーディションになります。はい、3名の方に今からですねバッティングをですけども10球中何球打てるか、うん、でしかもですね当たって前に出たらもうそれで OK です。はい、はい、ということでですね順番に1球ずつやっていただきたいんですけども、はい、まずは和田ちゃんから。はい、はい、お願いします。雨にも負けず宮沢賢治。はい、待って、当たったわ、落としたね今ね。大丈夫、まだ1球目だから。はい、じゃあ続いて宮川ちゃん。めいちゃん、めいちゃん、あ、そうなんですか。じゃあやらないで。残念。さあ続いてはお、吉野ちゃん。野球は大好きなスポーツです。うん、2球目3球目は全員空振りで迎えた4球目。おお、いい当たり、綺麗な当たり。さあこれちょっと宮川ちゃんがプレッシャー。大丈夫、めいちゃん頑張れ。あ、残念。あ、残念。4球目までの結果はご覧の通り、宮川さんピンチというところで、一つだけな、うん、一つだけな、もっと頭痛い。玉川さん、こちらで、玉川さん、あの一応テレビなんで、こちら。今な、全然これを使わない。だからヘッドの方から、まあ、このアドバイスがどうなるか。そうですね。そうするとヘッド。そう。めいちゃん、フットサルとかですからね、サッカー。すげえ、よく打ったわ今。捕まえた。田之倉監督の指導がこの後奇跡のドラマを生むことに。めいちゃん頑張ろう、まだ分かんないよ。全く先の読めない展開、その結末は一体。おー、入った。おー、すげえ、みんな掴み始めてんだよ。すごい、すごいよこれは。みかちゃん頑張れ、頑張れ。おー、追いつくか。
並んじゃった。同点4-4-4。みんなちゃん一歩前に出るか。おー、見た見た見たよ。すごいんだけど。すごいんだ本当に。やっぱ運動神経いい子ってこうなんですね。何でも乗り込みが早い。おー、すごいわマジで。残るはあと2球。一体どうなる？リンのリード。リードさあ4-4-5。さあ。和田ちゃんここは打たないとって感じかな？そうですね。あと2球です。あ、オッケー。お見事。オッケー。お見事。入った。お見事お見事。ギリギリのが入ったよ。危なかった。これはわからない。掴んでるよ完全に。おお、ゴレンちゃん。すげえ、すごすぎる。頑張れ。おお、オッケー。さあラスト、これで決まります。和田ちゃんはこれはもう絶対に打たなきゃダメ。5-5-6。とりあえず和田ちゃんここ打たないともう後がない。頑張れ。めいちゃんこれ打たないとダメかな。いいね、いいね。あー、残念残念。それでこの発表でいよいよ決まります。ここで決まるか引き分けか。星野ちゃんここで打てばもう勝ちです。勝ち。これで、空振ったり前に飛ばなかったりしたらドローってことで、はい、サドンです。はい、準備はよろしいですか。頑張れ。今のお気持ちは。よし頑張れ。リカちゃん、リカちゃん、リカちゃん。感性がありますね。いや決まりました。ということでリベンジオーディション合格者は星野ちゃん。 おめでとうございます。残りの2人悔しいだろうけどね。悔しい。ここまで見て、まあ、でもここまで残ったっていうことはきっと今後もしかしたら助けてもらう機会があるんじゃないかなということでね。はい、はい。さあということでアイドル野球部このようなメンバーになりました。はい、じゃあ改めて一人ずつ名前を。アマンダから。アマンダです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、名古屋から通います、中村愛です。はい、愛ちゃん。はい、はい、岡田真奈美です。よろしくお願いします。はい、お願いします。立花かりんです。頑張ります。はい、かりんさん。頑張ります。よろしくお願いします。勝ち、はい、矢口真理とアルコで9人チーム。はい、監督はため息出ちゃうな。いや、今のバッティング見ましたけど、ハーッとため息を。いや、これは前途多難ですよ。そうですね。いや、ほら、いや、何の実力もなく勝ち残ってきちゃった人じゃん。そう、ね、矢口ちゃんもね結構手強かったけどね、はい、その上いってると思うんだ。そしてこの直後田之倉監督は思い知ることになる。キャラ重視で合格した6人の実力を。はい、あ
当たっちゃう当たっちゃう。危ない危ない。ここ来るんだからもう。おお相当振り遅れましたうわー全然ダメこれひどいなアイドル野球すげえなこれおおやばいわこれいやもう本当に超悔しいですまあなんかもう若さに負けたっていう感じもすごくあってすごい悔しいですやっぱり野球結構初心者だったんでここまで残れると思ってなかったんでとっても嬉しかったです最後のあの3人はすごかったなすごかった和田ちゃんとめいちゃんあ和田ちゃんめいちゃんは本当に今喉から手が出るほど欲しいですごめんなさい絶対ごめんなさい一応補欠とかいろいろありますから、はい、その辺はまだね分かりませんけどもふわっと、ええ、はいみんなで頑張っていきましょう、はい、さあということでアイドル野球部頑張るぞしかし結成早々大変な事態が痛い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 さあ見た見た止めましたね